どもども、あかねちゃんやで。今日は、着陸時になぜ跳ねるのか、という話の第2回をするで。前回の話は、概要欄にリンクを置いておくで。さて、前回は、地面に叩きつけているから、という話をしたんやけど、今日は、地面に頭から突っ込んでいるから、の話をするで。さて、まずは、この映像を見てほしいんやけど、これ、ラジコン業界ではなぜかうまいと言われる着陸やな。まあ、実際、ビリン式なら問題ないで。じゃあ、何が問題なのか見ていこうか。この映像は、着地までの6分の1秒間や、尻を上げながら、頭を地面に向かって突っ込ませてるのが見えるやろか。こういう感じやな。もう一回、全体を見てみようか。着地1秒前は、頭上げしてるんよ。だけどな、着地する瞬間に、なぜか頭から突っ込ませるんや。明らかに頭から突っ込んでるやろ。ビリン式は頭から突っ込んでも、メインズファーストになるから平気やけどな。ノーズギアの機体でこれをやると、跳ねるか、ノーズギアが曲がるか。引き込み客なら10回到達前に壊れるで。で、決め台詞は、ノーズギアが弱い、や。ほな、他の映像も見てみよか。この機体はフラップなしやからな。条件は同じやで。この時の着地6分の1秒間の映像がこれや。姿勢は何も変化してないよな。そもそもや。そもそも着地6分の1秒前に姿勢変えるって。普通はそんな反射神経発揮できないで。つまりな、この動きはかなり長い期間、意図的に練習を積み重ねた結果、意識して、こういう動きをしているってことになるんやで。まさにラジコン飛行機の闇やで。実は、この話題を出すのが遅くなったのには理由があってな。YouTube ってメニューに、再生速度 0.25 倍にする機能あるやんか。それ使って、他のチャンネルのラジコン飛行機の、着陸部分を見ると、8割くらいの人がこうやって着地するんや。だけどな、正直言って、何のためにこうするのか、わからないんや。だから、解決方法の提示が不可能なんやで。うちが言いたいのは、着地寸前に、わざわざ地面に向かって加速するな、ってことや。もし、なんでこうするか知っている人がいたら、コメント欄に理由を書いてもらえると助かるで。ほな、今日はこれだけやで。高評価と、チャンネル登録をよろしくな。ほな、またな。